はい、こんばんは、今井です。本日はですね、明日からもう臨床が始まる方へのメッセージという形で、今回はちょっとこう覚悟を持っていただくための動画にしようかなというふうに思います。なので多少厳しいことをお伝えしようかなというふうに思っております。はい、で明日からね、いよいよ臨床に出られる皆さんは、今からドキドキされてるかなというふうに思いますけども、実習とは明らかに違うことっていうのは、もうこれからは皆さんが、最初はね、先輩がついて患者さんを見ることになるとは思うんですけども、これからは皆さんが担当する患者さんは皆さんが責任を持つということがポイントになるかなというふうに思います。さすがに僕らがこう命の最前線でね、何かその患者さんのこう命に関わる問題に対して僕らがどう対応するかっていうことではない職業ではあるんですけども、もう少しこう、命という壮大なものではなく、人生というものの中で考えていくと、患者さんが皆さんという、 こう理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に出会うことで、その患者さんの人生がこう大きく開けるのか、それとも道が狭まるのか、またはいろんな道を作ってあげることができるのかっていうのは、皆さんの手にかかってるっていうのは、肝に銘じておいた方がいいんではないかなというふうに思います。今からね、脅してもしょうがないんですけども、担当する中でその緊張感っていうのは非常に感じるのではないかなというふうに思います。でそうなってくると、じゃあどう責任をこうね取っていくのかってなると、さすがにね、責任を取ることっていうのはなかなか難しくて、じゃあ果たして自分以外の人がやったらもっといい人生をにすることができたのかって言われるとまた難しいんですけども、このあたりは覚悟の問題だと思っていただいて、そういう覚悟を持ってこの職業についてほしいなというふうに思います。なので皆さんが担当する患者さん一人一人っていうのは、皆さんの手にかかっていると言っても過言ではない職業だと僕個人は思ってますので、それなりの覚悟を持って明日から臨床に臨んでいただきたいなというふうに思ってます。でその中ですごく重要なことっていうのは、いろんな問題が起こった時にまず、考えなければいけないのは、もちろん誰が問題を、責任を取るかっていうのは大事なんですけど、それよりも全て自分事だっていうことを考えてほしいなというふうに思います。質問等々でも受けるんですけども、例えば職場の上司、仲間とか先輩、あとは組織全体が嫌な人ばっかだったらどうしようとかね、あまり大した組織じゃなかったらどうしようとかっていう人って結構多いんですけども、それは全て自分ごとで、その組織がいい組織であるかどうかっていうのも自分ごとですし、その上司先輩がいいかどうかっていうのを判断するのも自分次第ってなると、何が重要かっていうと、人のせいにしてばかりいると何も始まりません。上司が言うこと聞いてくれないとか、上司があまり勉強しないとかっていうのをぐじ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 言っても人は何も変わらない。でその環境も何も変わることはありません。であとは自分が変わる必要がありまして、その変わるっていう第一弾というか第一歩として重要なのは、全て自分のせいというか、自分のせいというとちょっと話が大きくなってしまうんですけども、全て自分ごとなので、人のせいにするっていうことをまずはやめてみることが重要かなと思います。特に今後社会人としてね、生きていく中では、もちろんいろんな人に足を引っ張られることもあるかもしれないです。融通の利かない人にね、出会うこともあると思いますし、なかなかこう思った通りにコミュニケーションが進まない患者さんというのも、という方々と出会うことも多いと思います。ただそれも全て自分ごとと考えて、じゃあ私がどういうふうにこう対応していったらその人は良くなっていくのかっていうのを常に考えることが必要だと思います。そこで、あの患者さんだから、あの上司だから、あの先輩だから、あの後輩だからっていうふうに考えてしまうと、そこでこう成長はストップしますよね。つまり改善見込みを相手に託してしまうと、相手が変わるか変わらないかっていうのは自分の力ではどうすることもできません。正直なことを言うとね。なのでこれは理学療法、リハビリにおいてもそうなんですけども、相手を変えたければ自分が変わる必要があって、相手を変えるっていうのはなかなか大変なことです。特に性格だったりとか気持ちを変えるっていうのは非常に大変なことです。なのでそれよりも、相手が変わらないのであれば、全て自分の責任があると考えて、じゃあどういうふうにやったらやる気が出てくれるのかっていうふうに考える思考方法っていうのがより求められるのかなというふうには思っております。もちろんね、全てうまくいくわけではないですし、もちろん自分だけのせいということはまずないとは思うんですけども、全てを周りのせい、
環境のせいにしてしまうと皆さんが成長する機会を失うということを、事前に理解しておいてほしいなというふうに思います。これから本当にね、まあ、国家試験なんて日じゃないぐらい辛いことが毎日毎日たくさん起きます。これは一生終わることのない辛い体験だとまず腹を据えて考える必要があるんですけども、もっともっと辛いこと、もっともっと辛い現実っていうのがこれから、毎日のように襲ってきますと。そうなった時に全ては周りのせいにするんではなく、全て自分ごととして考えて、その改善策っていうのを見つけていくことが全ての成長につながると思っていただければなというふうに思います。ってなった時に、じゃあ自分がどう成長すればいいか、どう改善すればいいかって分かんなかった時に、周りの手を借りればいいというふうに思いますので、全て自分一人で、何かをこう変えていこうというふうに考えるのではなく、うまいこと周りをね引き込んでいって、その改善の見込みというかね、成長性っていうのを作っていってほしいなというふうに思います。まあ、本日はね若干こう厳しいことをお伝えしたかもしれないですけども、まあ、皆さんにとって今後社会人として、事前にねこのあたりのことを認識してから、社会に出ていった方が皆さんのね成長につながるのかなというふうに思いますので、まあ、僕からの厄介事だというふうに、聞いていただいて、ちょっと頭の片隅にでもねこんなこと言ってたなというふうに思って覚えておいていただければなというふうに思います。ということでね、明日から本当に辛い毎日が続くと思いますけども、まあ僕だったり周りだったり友達だったりその他のね業界の人だったりいろんな人の手を借りながら、日々の臨床を戦っていってほしいなというふうに思います。ということで本日もためになったと思っていただけたら、いいねまたはフォローまたはチャンネル登録をお願いします。ということで本日は以上になります。では明日から頑張ってください。